こんにちは。2019年5月4日です。シャツワンとトークということでよろしくお願いいたします。2泊3日の予定で出てまいりました。実は岩内で魚釣りをやろうということで、親戚から誘われました。それで魚釣りは明日なんですけども、今日は一日早く出てきまして、また岩内の道の駅で一泊させていただいて、次の日の朝早く魚釣りをしようかなというふうに思ってます。そして帰りまたどっかの道の駅で泊まりまして、2泊3日の行程ということです。今これ右の方に映りましたのが新しくできましたアビラで51とかいう道の駅です。実はここに入ってみようかなと思いまして、来たんですけども、反対方向からかなりの列がありました。それで入るのはやめました。このゴールデンウィークが過ぎまして、少しほとぶりが冷めましたら、ここに来てみようかなというふうに思います。ちょうど去年アイロードアスタが開通した開館した時と同じような状況ですので、もうしばらく経てばここも空いてくるんじゃないかなというふうに、思います。そして今日は、これから支笏湖を抜けていきます。支笏湖、それから京極、それから熱田道の駅、そこで一泊しまして、次の日魚釣りしまして、それからもう一回シャコタン半島の方をぐるっと亀岬から回って、アイロードアスターあたりで、一泊、そして青山峠を通って、帰ってこようかなというルートを考えております。今これ車掌車窓にこう映ってますのが室蘭から支笏湖に抜ける道です。この道は非常にだらだらした上り坂なんですよ。15キロぐらいあるんですけども、海抜はっきり言って0メーターから支笏湖の高い海抜までだらだら登っていきます。軽自動車にはかなりきついんじゃないかなというふうに思います。以前ここを反対側から通ってきたときは、ニュートラに一回支笏湖でニュートラに入れてしまいますと、あとずっと、そのままで惰性で、室蘭まで走ってこれそうな感じのところです。下りはいいですけど、ここから支笏湖に向かうのはかなり燃費は、悪化するような、いわゆる本当にダラダラした坂です。私の車はなんとか5速のままでこう上がっていけるんですけども、ちょっと苦しい車はちょうどギアを選ばなきゃいけないなということの坂です。この坂の左側の方はサイクリング道路になってます。ここを自転車で下っていくのはいいんですけど、帰りっていうのがこれ登っていくのはかなり地獄坂になるんじゃないかなというふうに、思います。体力をつけるんであればこの道を利用するのもかなりいいんじゃないかなと思います。両側にはこのように木がずっと立ってます。何の木かちょっと分かりませんけど、伊達看板かもしれません。桜ではありません。でこれがずっとつながっています。今日はこの道をどんどん、登っていきまして、支笏湖に左の方に入りまして、支笏湖の湖畔をぐるっと回ります。キャンプ場が2つほどあるんですけども、手前の方のキャンプ場は、支笏湖畔キャンプ場の方はモーラープキャンプ場の方ですかね、そこはもうオープンしているようです。また夏になりましたらこの辺のキャンプ場の最新情報を撮影させてお伝えできればなというふうに思ってます。支笏湖の横をずっと過ぎていきますと、多分山菜採りだと思うんですけども、吹きの塔を取ってるんじゃないかなと思うんですよ。車が横の方に止まってまして、崖っぷちをというかこの森林と崖があるんですけど、そこに入っていってるようです。多分吹きの塔を取って、それでこう酢の物につけて、食べるということで、昔私も食べた覚えがあります。昔裏山にたくさんこの吹きの塔が出てました。最初は福寿草っていう花が雪の下から出てきまして、それから吹きの塔が出てくるということです。それから、わらびが出てきまして、最後に吹きと
吹きが出るというのが山菜のパターンで、その夏の間にタケノコがあったと思うんですけど、いや、タケノコと言いますか、笹の子があったと思うんですけども、そのような山菜のパターンなんで、皆さん、取りに山に入ってるんじゃないかと思います。熊の方の出没も札幌の方でもうあったというふうにテレビで言ってました。札幌の住宅街を堂々と逃げもせず歩っとったということで、かなりもう危険な状態になってきてるんじゃないかなというふうに思います。まあ私もキャンプ場を朝早く行くときには十分気をつけていかねばいけないなというふうに思ってます。まあ、大きなキャンプ場で管理人さんがいらっしゃるところは大丈夫なんですけども、まだまだ危険な状態のところがたくさんあります。今気温の方は外気温が20度ぐらいになってますね。結構温度が上がってまいりました。北海道今日からゴールデンウィークの最終日の3日間は、まあ、非常に天気がいいということです。交通量の方も増えてます。道の駅は多分満車状態じゃないかなというふうに、思います。まあ、このゴールデンウィークが過ぎてすぐに今度は静内の百軒道路っていうんですけども、そこに桜があります。その桜を撮影しに行こうかなと思います。多分まだ咲いてるんじゃないかと思います。ゴールデンウィーク終わってもうギリギリで、まだ桜が見れるんじゃないかなというふうに思っているので、またそっちの方のルートを考えています。まあ、それから魚釣りの話なんですけども、私は竿は持ってないんですよ。一切道具はありません。で、まあ、親戚の方が魚釣りどうですかって言うから、まあ、一切何もないですけどって、言いましたら、まあ、それでも行きましょうということで、連れてってくれるということです。まあ、私は手ぶらで行きます。魚釣りのクーラー、魚を入れるクーラーボックスは持ってきませんでした。多分その方が持っていくんで、頭を取ってもらって、内臓を取ってもらって、そして後からまたお邪魔した時に冷凍した魚をゲットしてこようかなという、考えを持っております。まあ明日の昼ご飯もなんか用意してくれるそうなんで、全くの手ぶらでいいと。岩内に着いたらお風呂に入ってビールを飲んでウイスキー飲んで、待ってて、次の日は魚釣り昼ご飯付きということで、まあまあそこで、お別れして、私はまた別ルートで、まあ工程は考えてないんですけども、まあ、一応明日あたりまでオロロン街道を北上してみようかなというルートを、考えております。まあいつもこう車では出てくるんですけども、まあ、ただこうやってぐるぐる回って撮影して、お風呂に入ってご飯を作ったり、してそれで あと編集して終わりというパターンから、今回はちょっと、魚釣りという、パターンが入ったんでちょっと変化があります。またもう少し経ちまして暖かくなりますと、キャンプ場に行きまして、まあ、テントは持ってないんですけど、テントは張らないで車で中にいろうかなというふうに、思います。なんか YouTube 見ますと、キャンピングカーはアウトドアだよというふうに言ってると、実は違うんですよ、キャンピングカーはインドアなんですよということをおっしゃってる方がいらっしゃいました。アウトドアであればテントを張ればいいと、キャンピングカーはインドアで過ごすのが一番なんだと。確かにそうかもしれません。車の中に入って綺麗な景色を窓から見ながら中でゆっくり過ごすと、これがやっぱりキャンピングカーの醍醐味でないかなというふうに私も思います。アウトドアをするんであればテントを張って、風とかいろんな虫と戦いながら外でいると、これがアウトドアで、まあキャンピングカーのスタイルはインドアであるということです。まあキャンピングカーの次はまあトレーラーというふうに、車中泊車の次はトレーラーを引っ張って、その次がキャンピングカーになって、最終的には大きなバスコンクラスになるということのようですけども、私はこのまま車中泊車のまんまで、ずっと行くんじゃないかなというふうに思ってます。
まあトレーラーはいいですけど、トレーラーがもういいんですけど、確か費用が軽自動車並みでできますよということを聞きました。しかしながら軽自動車分が1台プラスされるわけですよ。なんで私みたくこの負担使い、それから車中泊者として使うんであれば1台でいいと、これにトレーラーを引っ張ったらまたその分軽自動車分が1台増えるということになります。まあ駐車スペースもかかりますんで、まあいろいろこれからのことを考えてます。できればやっぱりトレーラーをがいいなというふうに考えてます。まあ、札幌にトレーラーの販売会社があるんで、そこにはたくさん新車とか中古車が並んでますんで、そこ行けばいろいろ見学できるんじゃないかなというふうに思ってます。今これ前の方にオートバイが走ってるんですけども、札幌ナンバーのハーレーダビッドソンです。もうこういうツーリングが出てきましたね。ただ走ってるオートバイですと挨拶しないんですよ。ですからツーリングだと相手が分かると、この左手を上げてお互い挨拶するということです。ですね、まだ地元のオートバイがガンガン走ってるのはツーリングじゃないんで、そのまま真剣にハンドル握ってるけども、ツーリングバイクで荷物を背負ってゆっくり走ってる人は余裕があるもんですから、まあ、左手、いわゆるクラッチ側ですね、クラッチ側の手をこう上げて挨拶していくっていうのが分かりました。まあ、こういう大排気量のオートバイはゆっくり走ってます。抜けるところはなんぼでもあるんですけども、抜きもせず、風景をキョロキョロ見ながら前の車と同じ流れでずっと走っていきます。まあ、ゴールデンウィークが終わりましたら人を段落ついて道路も空いてきます。またその段階で少しまた遠くまで走ってみようかなと思います。そして夏休みになりますと、大学生さんがオートバイでガンガン走ってくるような状況になります。まあ、今年はどこを回ろうかなということで、まあ、3シーズン目に、入りましたんで、1回回ったところをもう1回回ってみるのもいいかなというふうに思います。まあ、相変わらず3泊4日の、パターンの繰り返しでになります。まあ、長い期間こう出て行ってもいいんですけども、まあまあ、土日は家に帰っていろいろのんびりしてようかなというふうに思います。まあ、こうやって出てくる方が忙しいんですよ。出てきますと撮影して編集してもう運転してということで、もう忙しい、日程をこなしてます。まあ1日、まあ、2泊で出てきますと、2泊3日で出てきますと大体3本の動画作るんですよ。3泊 4日ですと4本ぐらい作るときがあるんですね。そして車中飯が4回ということになって、その編集作業となりますと結構、大変な思いをしています。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。